試合の結果をお知らせいたします。 D マット125キログラム級の試合は青コーナー八幡浜工業高等学校井上秀樹選手の判定勝ちでした。続きまして D マット試合番号86番、125キログラム級赤コーナー明桜高等学校鈴木龍太選手対青コーナー島原高等学校源貴弘選手の試合を行います。試合の結果をお知らせ